明けましておめでとうございます。堀川亮です。本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。明けましたですね。今年はなんと寅年でございますね。はい、寅年というのは私にとっても非常になんかこう特別な意味があるような、そういう年に感じます。物事が、何か新しい物事が始まる年、そんな感じがするんですね。古いところで言いますと銀河英雄伝説、はい、この収録が始まったのも寅年だったと思います。確か寅年の寅月だったと思いますね。はい、そんなことで、非常に思い入れのある何か新しいことが、はい、始まる、始動する、そういう年だというふうに私は感じております。本年も引き続きどうぞ応援よろしくお願いいたします。本当に何て言うんだろう、悲喜こもごもというか、もちろん楽しいこともありましたよ。でもやっぱりご承知のようにコロナあの影響でやりたいこと、例えばイベントであるとか、もっと早くライブができるはずだったんですけど、それができなくなってしまった、これは非常に残念なことでしたし、悔しいことでもありました。まあその反面ね、まあじゃあ何もいいことがなかったのか、そうでもありません。北海道の旭川に行ったことが非常に印象深く残っております。素敵なコーヒーショップにも連れてっていただきました。そして何といっても忘れられないのはベジータカレーです。はい、カレー屋さんに連れてっていただいて、そこのメニューがですね、全部頭にベジータがつくんですよ。ベジータカレー、特大ベジータカレーとかスーパーベジータカレーとか、トッピングがいろいろてんこ盛りになっていたりとかで、お客様がですねオーダーするために、ベジータカレーのなんとかっておっしゃるたびにですね、こっちなんかドキドキしちゃって、呼ばれてるよ俺みたいな。あんまりね、多くの方はよくご存じないのかもしれませんけど、旭川こういうところがあるんですよって連れてっていただきまして、非常にそれは印象深かったですね。印象深いとともにとても嬉しいと言いますか、誇らしく思いましたね。はい、そんな年だったかな。そうですね、やはりまあ、収束していくとは思います。やはり、一日も早く、まあ、どういう形になるにしろ、イベントであるとかライブ、あるいはコンサートであるとか、まあ、お芝居であるとか、そうですけれど、そういうことができるようにしたいと思っています。そういうことができるようになるといいな。はい、今までできなかったことが、できる年にしたいなというふうには思ってます。はい、いやね、第一にね、僕結構素人なんですよ。お城好きなのなんで、まあ、例えば、あれです、ね、姫路の、姫路城、白鷺城ですね、も含めて全国の城、これはもう本当に時間が許す限りですよ。1年で全部はいけないと思う。おそらく、まあ、今までお城を見てるんですけど、もっとじっくり見たいんで、全国にいっぱいあるじゃないですか、ね、県をまたいでと言いますか。でそこの城に行ったらそこで一泊してじっくり見たい。例えばあのお城の作り武者返しであったりとか、展示されている武具甲冑であったりとか、刀剣類ですね、私の大好きな、そういうものをじっくり各城ごとに見ていきたいと思ってます。必ずしもその天守閣がある城ばっかりじゃないんで、平城も多いと思うんですけれど、じっくりと見てみたいですね。何年かかけてこれは、ぜひぜひ行ってみたい。うん、僕のプライベートとして趣味としてやりたいことの第1位でしょうか。はい、一番思い出に残っているところ、初めて行った海外旅行です。はい、それはブルガリア首都のソフィアに何ヶ月が滞在いたしました。ソフィアにもう一度行ってみたいですね。で 2,3 ヶ月滞在して、そこ僕ホテルじゃなかったんですよ。スタッフがアパートを借りてくれてですね、でまあ打ち合わせの時以外はもう全部自由なんです。なので、日曜日になると、まあ、バザール、青物市みたいなもんです。
でそこはもう食材であるとか、例えばジーパンであるとか着るものであるとか何でも売ってるんですよ。で、レートが日本と違うんで非常に安いで、安いんだけれど必ずまあ合に言っては合に従いで値切るんですよ。この値切るというのがまた楽しい、はい、別に全然普通の言われた値段で買えるんですよ。でもそれじゃつまらない、やっぱりそこをこう値切っていくという、その楽しさというんですかね。あとまあ夜はジャズのライブに行ったりとか、生演奏入ってます、お酒ちょっと飲みながら、そういうのがね、プライベートで遊んだ時のことが、まあ、仕事は仕事で行ってるんですけれど、はい、非常に今も思い出されて楽しいんです。でその時にですね、そのブルガリアからソフィアから日にちがちょっとあるんでちょっと旅行しましょうかということになって、海側の方、はい、ブルガリアの下ギリシャに行きましてね、パバラという町だったと思います、はい、それもとてもまあ、目の前がエーゲ海なわけですよ。とても美しくて、はい、冬場だったんですけど、はい、そういうのがものすごく思い出に残ってるんですね。その当時はその携帯なんてありませんから、もう公衆電話とかでチャリン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 入れて長距離電話をかけるわけです、なんかそういうのが非常に思い出に残ってるんで、ぜひ機会があればブルガリアに行ってみたいなというふうに思ってます。これはね、まあ、一つには許すか許せないかは別ですけれど、みんなと一緒にこうちょっと小旅行じゃないですけれどなんていうのもしてみたいなと思います。いや例えばまあ別に旅行でなくてもいいんですけど、例えばキャンプファイヤー、例えば山小屋ロッジ借りて、でそこでまあみんなでバーベキューやったりとか、あれ火起こすのって結構大変なんですよ。やってらっしゃる方は分かると思いますけど、炭からね、で固形燃料じゃなくて液体燃料かけてもなかなかね最初やった時に火がつかなかった、でお隣さんから分けてもらったりとかして、はい、そういうのも思い出しますし、あれみんなでやると結構盛り上がるんで、で余った食材を次の日、カレーにして作ったりとかね、そういうこともできますし、そういう楽しみ方をなんかみんなで和気あいあいとできたら楽しいんじゃないかなって僕は思うんですけど、どうでしょうか。ようチャンネル。今年はドラゴンボールスーパースーパーヒーローが公開決定しております。貴様ら楽しみにしてるんだな。ありがとうございました。堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて老人飽きまへんって、そんな頼み方してたら。